そう。あ、尾行してるわけじゃないからな。言っておくがたまたまだ。知ってます。あ、会えばいいのか。案外節約するんだな。別にそれくらいモテますよ。別に奪おうってわけでは。それは心配してないです。こういう時くらい素直に甘えといた方が可愛げがあるぞ。先行くから、一緒にいるのを見られたら困るだろう。ありがとうございます。何やってるんですか。今すごい音がしたような。掃除しようとしてた。ロビかけたでしょうね。部屋掃除させてください。は？家事ができないのに一人暮らしとか舐めているのですか。隣がお部屋だと思うと嫌です。あ、くおっしゃる通りです。言っておきますが徹底的にしますよ。分かってるなら早速しましょうか。妥協なんてさせませんから。私は甘くないですよ。不要な雑誌はひとまとめに、ペットボトルの蓋は分別します、ボールはバラしてまとめて、掃除は上からですよ。洗濯物はとりあえず全部カゴに集めてください。エアコンの上。藤宮さん、誠に申し訳ありません。こういうことがあるから片付けるんですからね。続きするか。そうですね。びっくりした。ここまで丸一日かかるとは。綺麗になりました。食はピザでも頼むか。え、遠慮せず食べてくれ。何か。いや、美味しそうに食べるなって。あまりジロジロ見ないでください。